魔王城のラジオでお休み。皆さんこんばんは。魔王城でお休み、魔王黄昏役の松岡芳嗣です。この番組はですね、現在放送中のテレビアニメ魔王城でお休みのラジオ番組となっております。聞いている人の睡眠を促進できるように、僕松岡芳嗣がリラックスした雰囲気でお届けする、聞くとあなたも眠りたくなる、クエスチョン番組となっております。はい、ここでオープニングトークということなんですけど、一人喋りが慣れてない松岡芳嗣がですね、不安でいっぱいです。これ一人でですねやってる方はさすがに、もうカイトの時も言ったと思うんですけど、さすがすごいですよ。本当に一人でこの空気感っていうのをですね、ずっと続けていけるっていうのは、やっぱり持って生まれたものがやはり違うんだろうなと僕は個人的に思っております。はい、招く側としてさらに、磨いていきますので、皆さん生温かい目で見守ってください。今回もですね、ゲストさんが来てくれています。スヤリス姫役の水瀬いのりさんがこの後登場です。それでは始めていきましょう。今週もよろしくお願いします。この番組は魔王城睡眠促進委員会の提供でお送りします。魔王城のラジオでお休み。改めまして松岡芳嗣です。早速本日のゲストに登場していただきましょう。自己紹介お願いします。唐突な振り。はい、皆さんこんばんは。スヤリス姫役の水瀬いのりです。はい、水瀬さんが来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、はい、呼んでいただきありがとうございます。もう来ていただかないと困るんです。すいませんね、ちょっと遅れた登場になってしまいましたが、悪魔師さんがね、1回2回と来られたということで。そうそう、やってくださいました。あいつは、いや、もう2人はねすごくこうトークに安定感もある2人だと思うので、ちょっと私はまだね1回2回聞けてないので、このねオンエアの時には聞けてると思うんですけど、はい、ちょっとそれを参考にしたかったけどちょっとできず、どんなオープニングトークを松岡さんがするのかなってちょっと楽しみにしてきたんですが、何ですかあのひねくれたテンションは。いや、ひねくれたテンションって言わないでくださいよ。ごめんなさいごめんなさい、あ、そうそうそうね、精一杯。なんかしかもこれあれじゃないですか、睡眠促進なんですよ。そうか、あんまりねこうガチャガチャしたらこう寝れなくなっちゃう、そういうね、みんな興奮しちゃうっていう、なるほど、ところがあるので、素晴らしい配慮だったんだ、点だったんですけど、はいはい、だからこう一定のねトーンでこうあんまりこう激しくこう起伏を出さず、そういうこと、あ、なるほどね、だったんですけども、すみません、はい、前回カイトに、はい、吉嗣さんだったら寝れるわけないじゃないですかって言われて時々、ね、お前ってなりました。すごいとどめをね刺しますよね、笑顔でね。悪魔師さんっぽいんですよね、 そこがまた、ということで今回はですね、はい、やらせていただきたいんですけども、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、まずはですね、水瀬さんが演じる、はい、スヤリス姫の紹介をしていただいていいですか。はい、私が演じるスヤリス姫は人類統一国家海民国の姫君ということで、国民からはねスヤリス姫と慕われていたり、はい、まあなんだろう、国の中でもね、まあ、次期女王になるお方ですから、お姫様ということで不安ですね。言わないで。そう、すごくねこう、まあ、自由奔放な姫様ではありますけども、たくさんの侍女たちに囲まれて、まあ、お屋敷でねお城の方でこう暮らしていたり、まあ、その姫としてのこう気品みたいなところももしかしたら学んだりとかね、はい、していた最中に魔王にさらわれ、囚われの身になってしまいですね、もう国民たちはみんな絶望ですよ。姫がって、あれが1話の冒頭ですもんね。そうですそうです。もうね、もうなんていうの、その今まで晴れやかだったこの海民国にいきなりどす黒い雲が現れて魔王がさらっていくっていうね、はい、だからそんなお姫様なんですが、はい、まあ、なんでねこうやってさらわれてしまってもここまで姫様らしくいられるのかという秘密が、まあ、眠りのためには手段を選ばないという確固たる強さを持っているからこそ、まあ、どんな場所であろうとも自分の寝室、特別な空間である眠りの空間さえこうできてしまえば、たとえそこが魔王城でも割とちゃんと暮らせてしまっているっていうお姫様ですね。まあ、この手段を選ばないってとこが問題なんですよね。そうなんです。結構ねご覧になってる皆さんも、あ、
なんかちょっとモンスターかわいそうって思ってしまう。どっちが魔王なんだって話。そうなの。だからこう魔王様の城に来たんだけど、ある意味あの姫に制圧されそうな勢いというか。だって仮にですよ、はい、この世界に、まあ、悪魔修道士が蘇らせてくれるじゃないですか、うん、そうね、何度死んでも、ええ、うん、これ蘇らせる制度がなかったら、そう、大量虐殺者ですそうなんです。だから本当にこう、なんだろう、姫のね、まあ、もちろんこうクールでちょっとこう、ね、ぼーっとしてて、まあ、いつもねぽやぽや眠そうではあるけど、ね、その眠りに必要なものを見つけた時の鋭い目つきとか、あとこうすごい頭の回転が早い子だなと思うんですよ、モンスターの特質を見抜いて、あ、これ枕に使えるとか発想がね、やっぱりどんなものであっても眠りに帰結するので、一体あの何体のお化け風呂敷を倒したのかもう末裔に語り継がれるぐらいの大事件だと思いますけど、お化け風呂敷側もね、こんなことなかったっていう、みんな叫んでますからね。そう、姫がクールでいればいるほど周りがめちゃくちゃ叫ぶっていうギャップがあるので、本当にこう私が演じてるセアリス姫の周りを取り巻くキャラクターたちの生態が心配みんな全力で叫ぶから。ただ思ったんですけど、はい、あのお化け風呂敷だと、うん、あの顔以外の胴体を着られるじゃないですか。そう、チョキチョキとね、あれ蘇らせたら再生するんですね、うん、そうなの。だからもうなんか何枚でもあ、じゃあいけんじゃんみたいなやばいやばい、なんか非人道的なものに聞こえてくるそうなの、ね、だから本当悪魔師さんにはいろいろ助けていただいてますけど ね、なかったらなかなか厳しい状況なので、そう、何度でも蘇らせてもらえるから姫もね心置きなく、ね、使わせていただいています、ね。あとこれ聞いてみたかったんですけど、はい、あの実際水瀬さんが、はい、その演じるセアリス名あるじゃないですか、うん、はい、あれって水瀬さん側からすると、うん、あのやりやすい位置なんですか。あー、キャラクター的にとかですよね、最初はそれこそ、まあ、アフレコももうね結構進んではいるのでこう掴んできたんですけど、最初はとっても難しくて、なんかテンションの起伏はこう激しくないけど、ちゃんとこう嬉しかったり、怒ってたり、なんか拗ねてたりっていう、そのなんだろう、感情はあるっていうところがすごい難しくて、でもその振り幅をみんな周りのキャラクターみたいにガッて上げると姫の枠を出てしまうっていうのがすごく難しい、繊細というか、だからなんだろう、こうちょっとでも迷いがあると、こういうキャラってなんか迷いがあるとブレません？あ、そうですね、なんかクール系のキャラって、だからもう底なしに明るかったらもうグーンっていけるけど、そうじゃないキャラクターの明るさとかちょっとそういう振れ幅みたいなものは難しくて、最初すごく、なんだろう、1週間アフレコが開くのが怖かったです。もうなんかそのまま今日一気に全部撮りたいみたいな、またこれ1週間空いたらこのテンションに帰ってこれるかなっていうのはすごく不安でしたね、うん、確かにテンションで押し切れないですもんね。そうなの、だからなんか隠せなくて、それがこう見透かされてしまうのも、またなんかこうどうやったら動じてないようにお芝居できるかなみたいなのを考えたり最初はしてたんですけど、はい、でもみんなと掛け合いすることによって、こうなんだろう、皆さんのキャラクター性に引っ張ってもらって、姫のこうなんだろう、ありどころというか、その置きどころをちゃんとこう見つけられるようになったので、やっぱ皆さんと一緒にお芝居するっていうのは大事だなと改めて思ったキャラクターですね。はい、ありがとうございます、はい、ではですね、うん、水瀬さんと一緒に第2話を振り返りましょうということなんですけども、勇者暁はスエリス姫を救おうと必死になっていますが、そんな思いは届かないということですこれね、もうちょっと勇者暁くんに関してもいろいろ話したいことがあるんですがね、もうちょい先かな、もうちょっと先なんですよね。そうなんですよね、もう愛すべきキャラクターなんですけど、あの、あ、うんうんうんみたいな、あそうもうなかなかにみんなやっぱ不憫だから、ね、この勇者というポジションもまあね、本来であれば魔王対勇者の戦いですけど、うん、その間にこの姫が入ることによってちょっと思うようにいかないわけですよ、でも暁も暁であれですよね、うん、ちょっと変ですよね。変です、あのまあ、シモンさんが本当にこう演じられて、うん、あのこう第一印象で、まあ、聞いた時は、うん、あ、勇者だよ、この子は勇者だよって思ったんですよね。王道のね、ええ、
って思ったんですけど、うん、勇者だ、ん勇者、あ勇者、ん ん勇者みたいな感じにどんどんなっていく、どんどんなんか見せ場が増えていけばいくほど、あれってなっていくっていう、どういうことってなるんですよね。そうなんですよ、本当にみんなツッコミどころがありすぎて、ね、そしてあ私的にちょっと猫スタンプさんの話は、あ猫スタンプですね突然現れそして被害に遭い、いやもう本当あの回笑いこらえるの大変でしたね。ねあの新井さんが本当にもう天才、いや本当天才ですよ。あこれがザ役者声優なんだなっていう、本当にもうなんかね、すごい、もちろんね新井さとみさんが声をやられるということで、こう想像はねしていましたけど、こんな感じかなと、それをもう第一声で大きく超えていきましたね。本当ですよ、あのなんか一瞬素に戻るときめっちゃ声低くなるやつそうそうえっていうやつお前何言ってんのお前みたいな感じになる感じがいやって言ってたのに、あんな可愛かったのに、あれはもうさとみさんワールドですから、もう何度でもねあの短いシーンにかけた思いというか、あれはまさに見どころだと思います、しかもあれですよね、僕現場で初めて新井さんにあんなこと言われましたよ。えどんなこと言われてました？あの松岡くんが笑ってくれたって言ってもうインコみたいな声だったけど大丈夫ですか今でも日記に書くよって言ってて、言ってた言ってた、そう松岡さんがとにかくもうめちゃくちゃツボってましたもんね。いやめっちゃ面白かったんですよね、あのそうあれはちょっと欲しいですね、あの緩急の差は。いや本当にちょっともう羨ましくなりましたもんね、こんなになんかこう与えられたシーンでここまでの何なんか 勝利を上げていくというか、なんてかっこいいんだと、そしてね颯爽とお疲れ様でしたって帰っていく、いですよ姿がもう、拍手拍手の、もうあのなんかあ五光が差してた気がします勝ったなと思うそんな第2話ですね。ありがとうございました、はい、では次回の第3話もお楽しみに。はい、さてこの番組は聞くとあなたも眠りたくなるクエスチョン番組なんですけども、はい、こちらの睡眠トークということで、どこでも安眠を求める姫ですが、はい、水瀬さんならどんなところで眠ってみたいですかっていう、何かあります？僕あるんですけど、あ聞きたいです、どこですか？僕雪の上で眠ってみたいんです。あすごい、広告の写真撮れそうですね、いやいや全部雪のみたいな。でも僕北海道なんでめっちゃ雪降るんですよ。え松岡さんって北海道生まれなんですか？はい、知らなかったそうです、僕どさんこなんです。知らなかったです、そうなんだ、まあうち犬飼ってたんですけど、はい、その犬と一緒に散歩行って、はい、途中で疲れて、はい、あのボフッで大の字になって雪の上で寝て、上見上げてるとずっと上から雪降ってくるんですよ。あびっくりした、もうパトラッシュみたいな話しだすのかなみたいな、上見上げると天使がみたいな。でもなく、はい、ここで眠ったらあかんと思うわけじゃないですか、そうですよね、だって寒い、言うても寒いですよね、だからそういうところの命の危険性取っ払って、そういったところで防寒着なしで寝てみたいですね、でも私も近くて、私もやっぱ外で寝てみたい。外で、そうやっぱねこう屋根がある寝室で寝ているからこそ、こう満天の星空を、もうなん自然のプラネタリウムみたいな、ロマンがありますね。そうなんかね、東京都内だとやっぱりこうビルとかがあってこう夜でも明るい街、まあ、それもね一つのこうイルミネーションになってますけど、そういうことはまた違 こう自然の輝きを、それこそこう山のね 上とか、まあ、海でもいいですけど、ハンモックとか、なんかそういうなんだキャンプテントの屋根が開くとか、そういうのでなんか星空の下で寝たい。だからそういうちょっと野外系のなんかアウトドアイベントとか、そういうなんかバーベキューとか、なんかアスレチックとか、そういうのちょっとなんか心が動きます。行ってみたい。じゃあ全然やろうと思えばできるんじゃないですか？そうですね、だから、まあ、松岡さんの北海道シーズン的にはでもいつが一番あったかいんですか？いや向こうはですね、湿気がないんで、あ結構こう涼しく感じると思いますよ。めちゃめちゃいいですね、それ湿度がやっぱなんか気温より湿度の方が不快ですからね、そうなんだ。
北海道の人って、うん、例えば28度とか行くじゃないですか、うんうんうん、もうそれだけでダラダラ汗かいてますから、もう東京来たらやばいじゃないですか。僕こっちの暑さに慣れるまでかなりかかりましたね。またね、そのアスファルトだったりね、そうビルの照り返しとかね、そうなんだ。こっちはマジでしんどいですね。北海道いいですね、広大な地で育った松岡さんなんだ。だからもうあの北海道とか行って、はい、星空とかね、見た方がいいですよ。行きます。はい、ということで以上です。この後は番組コーナーにお付き合いしていただきます。はい、今週はこちらのコーナーをお届けします。安眠クエスト。魔王城のあらゆるものを使って安眠を得ようとするスヤリス姫のように、日常生活にある身近なものを使って安眠する方法をリスナーから募集するコーナー、スヤリス姫とは異なり周りに悪影響を与えないものとします。では皆さんの証拠を、はい、証拠じゃない投稿紹介していきますよ。はい、お願いします。はい、とろみさんからいただきました。ありがとうございます。サッカーをしながら寝る方法。え、ピッチには天然の芝ベッドが、おう、ボールを枕にすればこの季節はギリ眠れますって。ちょっと待って、安眠なのにギリ眠れんのこれ。本当どんな環境で お育ちになられた方なんだろう。あ、でも確かになんか本当ちゃんとした、ちゃんとしたって言い方はあれですけど、うん、これはなんとなくわかります。いや私も芝までは同意しましたよ、あなんかそういうね、天然だし、しかも、あ良さそうみたいな。でも待って、ボールをさ枕にはさできませんよ。多分起きたらめちゃめちゃ首痛いと思いますよ。いや本当にもうだって寝るとこうねもうストレートネックな私は死しかないけどね。本当ギリいけるんだ、これはすごいですね。それならもう私はもう枕あんまり高さいらない人なので、もう芝にそのまま寝て、もうボールを抱えて寝たいですね。あーなるほど、抱き枕的な。そう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 、それがいいと思うな。いや僕もそれは同意ですね。いやボールをベッドにする、いやベッド枕にする必要はないと、これはそう、首が前に出ちゃいそう、しかも言いますよ、これ安眠クエストですからね。そうギリって言っちゃってるのよ、ギリって言っちゃうからもう寝られてねえじゃんっていう。そうなの、バッチリ安眠がいいんですね、そうなんです、はい、そういうことなので、じゃあ次お願いしますよ、とろみさん。はい、でお次がですね、はい、まひろさんからいただきました。ありがとうございます。お昼後に行われるセミナーや、会議プラス心地いい温度の室内イコール、安眠効果抜群。これはでもわかる。なんでしょうね、まあ僕今は言ってないですけど、今は亡き、久々のあの自動車教習所の授業で本当にもうめっちゃ眠たくなってきたんですよ。わかります、毎回毎回、でもあれ寝るとくれないじゃないですか、怒られるしね、だからずっと眠気戦ってきて、うん、あこれ学生時代思い出すなって思って、ずっと思ってたんですけど、本当になんかね、その退屈とかじゃないんですよ、そういうことじゃないの、なんか一生懸命向き合うし、ちゃんと聞きたいのに、なんかまぶたがみたいな、重くなってくるんですよね。そう、なんなんでしょうねあれ。なんかずっと座ってるからいけないのかな、なんか歩きながら勉強させてもらいたかったなって私すごい教習所の時思ったんですよ。やっぱこう常に座ってこうなんか同じ姿勢でこう聞き続けるって結構無理で、なんかやっぱ歩きたい、だからなんかどこにいても先生の声が聞こえる、そういうなんか何もう CD でいい先生の講師はと思うぐらい、なんかやっぱ同じ空間にずっといるの無理ってなりましたね。あれ何なんですかね、なんかちょっと人間的に考えてみたら、やっぱ集中するじゃないですか、集中してどっかで糸がほつれてきた時に一気に来るんですかね。そう、そうだと思います、多分、もう張り詰めて張り詰めて、バンってなった瞬間にもうなんか抗えないみたいな、なりますね。僕よく寝る前に、あの某動画サイト見るんですよ。はい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 、
でそこでずっと車の動画見てて、うん、でその時横になってるんですよね、はい、で枕で、はい、あのちょっとあのスマホ置くところで置いてバーって見てると、うんうん、どんどん眠たくなってくるんですよ、うん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 、で、あ寝ようって思って消すと眠れなくなるんですよ。だから最近諦めて、うん、もうつけっぱにして眠ります。あでもわかるかもしれないです、うん、なんか静寂すぎると逆に眠れないっていうのは結構あるかも、なんか電車の中の音とか、なんか飛行機の中とかで寝れるのはなんかどっかの番組で見たんですけど、なんかお腹の中に、お母さんのお腹の中にいた時にお母さんを通じて聞いてたはあの外の音とすごくこう周波数とかが似てるらしいですよ。周波数なんですかね。なんかこうちょっとあの用水の中だからゴトゴトみたいな、こう水の中みたいな音がこう電車の中とかのあのなんかちょっとした雑音というかに似てるからなんか眠くなる。じゃあこれもしかしたらですよ、うん、あのよく赤ちゃんを寝かせる時に聞く音声みたいなやつあるじゃないですか。ありますね、睡眠をね促す、あれ我々にも聞くんじゃないですか。いや聞きますよ。そうみんなね、人類みんな母から生まれてるからそうですね、お母さんの中にいる時に聞いていたみんなで戻ろうみんなで戻ろうプロジェクトですよ。みんなで戻ろう、うん、今こそねこうやっていろいろな世界が動いてる時期だからこそみんなでもう戻っちゃおうっていう、みんなで対抗しようとそんなこと言いたかったわけじゃないけどわあでもすごいですね、思わぬところにゴールしました。その周波数のやつっていうのはそうでもあるらしいですよ、ええ、はい松岡さんは締めるのが絶望的に下手だから私にあのイベントの司会とかやらせんなって言ってんですよでもそれがらしさですからいいんですよ、はい、ということで、はい、ということで、皆さんのメール以上です、はいはい、皆さんからは日常生活での安眠方法をお待ちしております、はい、以上安眠クエストでした。魔王城のラジオでお休み。ここからはインフォメーションをお届けします。まずは放送情報です。テレビ東京にて毎週月曜26時より、 BS テレ東にて毎週水曜24時30分より、 ATX にて毎週火曜22時より好評放送中です。 ATX ではリピート放送もありますよ。なお放送日時は都合により変更となる可能性があります。また U-NEXT にて毎週月曜27時より最速先行配信中、最新話配信から1週間まで U-NEXT 非会員も視聴可能となっております。他配信情報については公式サイトでご確認ください。続いてコミックス情報です。現在原作コミックス第1巻から第15巻が好評発売中です。明日10月16日には第16巻と公式ファンブックが発売予定です。続いて音楽情報です。スヤリス姫が歌うオープニング主題歌快眠安眠スヤリスト生活は10月28日発売予定となっておるのですが、はい、私スヤリス姫 CV 水瀬いのりが歌わせていただいているオープニング主題歌なんですが、もうかなり耳に残るフレーズがたくさん、うん、入ってますし、まあ、あのテレビアニメの方ではオープニングということで1番までですけど、2番以降もかなり歌詞も曲調も、もう姫のこの睡眠にかける思いを、まあ、熱唱というテンションではないけど、気持ちでは熱唱している一曲になっているので。そしてあれですよね、カップリング松岡さん歌ってますもんね、下野さんとね。そうですね、歌ってますね。そうだからそっちもぜひ聴いて。めちゃくちゃ大変でしたよそうなの、私まだね聞いてないんです。どんな感じなんですか、もう元気な。これちょふわっと言っていいですか、ラップみたいな感じになってて。そうなんだ、ええ、それはぜひとも聞きたい。僕ラップ苦手なんですよそう、苦手なことに挑戦した CD になってるっていうことですね。じゃあこれ聞いていただければ、ええ、いいですね。魔王と勇者のそういう掛け合いが楽しめるんだ。じゃあラップバトルですねいい時代って感じその時代に乗らなくていいんだよ本当にぜひともそんなとこも注目してください。はい、よろしくお願いいたします、はい、そして俺様が歌うエンディング主題歌ギミーは好評発売中です、うん、
さらに魔王城でお休みのポップアップショップが開催決定。10月23日金曜から11月8日日曜まで渋谷丸井6階アムニバスストアで期間限定オープンとなっております。はい、今回はハロウィンをテーマにしたスヤリス姫の書き下ろしグッズが登場しちゃいます。お、他にもイベント限定の購入特典やスヤリス姫の等身大パネルの展示、プレゼントキャンペーンなどが目白押し。詳細はアムニバスストア公式ツイッターにて順次告知予定ですのでお楽しみに。そして魔王城でお休みのブルーレイが発売決定いたしました。うん、熊野又鍵治先生書き下ろしのアウターケースやここでしか読めない漫画が収録されたブックレットは必見です。また初回生産特典として来年6月27日開催予定のイベント優先販売申し込み券も封入されています。発売日は12月16日の予定です。詳しい情報、その他の情報は作品公式サイトでご確認ください。以上、魔王城でお休みインフォメーションでした。魔王城のラジオでお休み。魔王城のラジオでお休み、エンディングのお時間です。皆さんからの投稿はメールでお待ちしています。アドレスは魔王城アットマーク joqr.net 魔王城アットマーク joqr.net です。作品の感想や僕への質問もお待ちしています。ということで今回は皆さんに来ていただきたいんですけども、はい、来週もですね登場していただきますので。そうなんです、覚悟しておいてください。でもすごい松岡さんの喋りって結構こう丁寧にゆっくり喋ってくれるので、はい、この趣旨にすごく私は今合っているなと思って今エンディング聞きましたけど、お知らせとかもすごい聞きやすくて。本当ですか。はい、そういうことはどんどん言ってください。間が持つんで。あ、間が持つ。そうそうそう、ますらね、やっぱこうお休みっていう空間だから、なんかとてもリラックスしておしゃべりできた気がするので、次週もそんな感じでおしゃべりしていきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではお別れです。また来週お会いしましょう。ここまでのお相手は松岡芳嗣と水瀬いのりでした。おやすみなさい。この番組は魔王城睡眠促進委員会の提供でお送りしました。ではここからは魔王様の寝落ちコーナー。今回のテーマは2人のリラックス法はということなんですけども、ちょっといいですか。え、何ですか。多分ですね、はい、僕ここで皆さんのファンに、はい、僕は言われますよ。何、最後のおやすみなさいっていうのは皆さんだけで十分だと。それをあれですよ、こう着信音にしたいっていう方がですね、いやいやたくさん来ますから多分。いや、そんなことは絶対にないと思いますよ。2人だって、2人で言うっていうとこだし、もうそれに関して言ってきたらもう、ね、ただのもうなんかめんどくさいやつですから。その人は私のファンじゃないです。もう断りします。私もそんな心の狭い人はもう断りします。なるほど。そう、やっぱね、優しい世界が一番じゃないですか。そうですね。そう、だからもういいのいいの、そんなものは全部こう聞かなかったことにして雑音です。そんな発言は。あ、もうリラックスした。もうこれが僕のリラックス法ですね。そうなの。そんなに気にしたんだ、この最後の2人のところ。いや、なんか聞いてみて、あすごいなって思って。何をですか。なんか皆さんのおやすみなさいが。あ、本当に、いやいや全然そんな。松岡さんのファンの人は逆にね、一人のおやすみなさいも欲しいかもしれないから。いや、そんな人は僕のファンじゃないですよ。いや、それは嬉しいでしょ。それは嬉しいじゃん。そう、あ、でもね、なんかお互いこう優しい世界なラジオだったと思いますし、はい、まあ、リラックス法はなんだろうな。私はお風呂です。あ、うん、結構入浴剤とか使います。使います。もうね、私帰ったらすぐにお風呂に入るんです。あ、もうすぐ玄関から風呂場、というルートです。だからもうソファーでゆっくりとか絶対しない。もうとにかく一回もう全てを洗い流さないと晩飯すら食えんみたいな。あ、
それはなんか素晴らしいですね。そう、なんかちょっと男の人っぽいというか、うん、父親がそういうタイプで、ああ、それを見ててなんて気持ちよさそうなんだと子供の時に思って、ガチャン風呂だ、そうそう、そう、うわーってシャワー浴びてすっきりしたご飯っていう、あー確かにそう考えると、あー、そう、松岡さんはどうですか、リラックス法。リラックス法はですね、うん、あ、これを言うと皆さんに惹かれそうなんで、え、選んでる？それを言ってくださいよ。もう一個の方にしよう。ほら、だってなんかあったら絞ってね、そのままほら。でもカイトの時に言っちゃったんですよね。何だったんだろう。うちのベッドのシーツをですね、うん、あの、まずめちゃめちゃ冷やすんです。ほう、言ったって言いましたよねこれそれが惹かれる話ではないんですか。それは違う、これが惹かれる話だと思います。あ、そうなんだ、ええ、ちょっとカイトさんの回もう一回聞かないとな、ええ、じゃあオンエアで弾きますね今はちょっと聞かせてもらわなかったから。 あの最近だったら、うん、あのなんかシゲックスみたいなやつあるじゃないですか。はいはいはい、あの割と激しめの、激しめのやつ、うんうん、の超酸っぱいやつを、うん、あの家帰ったら食べる、うん、これがですね頭すっきりするんですよ。家帰ってから頭すっきりさせるの、ええ、あ、今日あったいろんなことを、今日あったいろんなことを、あ、そういうことね、もう吹っ飛ばすために刺激物を取る、はいはい、うんうんうん、リラックスなのかな、激しめだったな。そうですね、でもね個人個人ありますから。そうっす、ええ、あ、松岡さんは刺激物を取る、得ると、ええはい、ということで、はい、まあ、あの皆さんもですね、うん、あのいろんなリラックスの方法をですね、それぞれ試してみてください、はい、僕の方法で眠れなかったら本当すいませんそれではまた、おやすみなさい。